ヘディングシュートを最も多く決めたのはアントラーズの長谷川。抜群のポジショニングと絶妙のタイミング、そして179センチの身長を生かして21得点中8点をヘディングで叩き込んでいます。ヘディングの強さが認められたのか、日本代表候補にも選ばれました。残念ながらインターコンチネンタル選手権の代表からは漏れちゃいましたけどね。今年最も頭を使って仕事をした選手と言えそうです。